こんにちは、翔太です。今日から短期特化のおすすめキャラの解説を行っていこうかなと思います。で、まず第1弾はこちらの最上義明となります。で、基本的にランキングとかつけるつもりはありませんけど、このキャラはに関してだけ言うと圧倒的に1位のスペックがあると思っています。で、基本的にですね、短期特化する際は闘技場だけを見るのではなくて、戦役ボス戦、城とか幅広く使えるキャラっていうのがいいのかなと思っているので、基本、今回は、例えば闘技場だけ使える孫権とか、ちょっとそういったキャラは入れないつもりでいます。で、まあ、最初に最上義明が活躍できるところの紹介をするんですけども、このキャラ、戦役ボス戦、闘技場、城、の攻めとか幅広く活躍できるので、まあ、かなりおすすめです。実際私は、ボス戦はこのキャラに噂派の武器をつけた状態でやっていますし、まあ、戦役でも有能なことは以前動画で紹介しているので、概要欄の動画を見ていただけると嬉しいです。で、それではこのキャラの性能解説に移ろうと思います。で、まずスキルなんですけど、このキャラは血桜が特徴なので、このパッシブさんの血桜から説明していきます。で、もうこのまま読むんじゃなくて、大事なポイントだけ言っていくんですけど、血桜の残りターン数かける5%分、会心率と筋力値っていうのが上昇します。で、血桜のタイミングで会心が出たら、血桜がプラス1ターンされる。で、血桜の最中に敵を撃殺した場合は、プラス2ターンされる。で、最大20ターン、血桜のターン数が伸びる。つまり、まあ、会心率100%上がって、なおかつ筋力2倍まで上がるってことがわかります。で、血桜の時に、まあ、自分が撃殺された場合なんですけど、血桜の残りターン数の半分を消費して、今回のダメージを吸収して、自分自身のデバフを全部解除して、HP を40%分回復する。で、これが1回だけ発動します。で、これっていうのが、自分のバフは解除されるに、ずに、デバフだけ全部解除されるので、これもかなり強いポイントになります。で、こういった、この血桜なんですけど、そもそもですね、バフ解除とかで解除されない特殊なバフになっているので、そこもおすすめとなります。で、これを踏まえた上で、まずスキル1からやっていこうと思います。スキル1なんですけど、600%の物理ダメージが6回、連撃ですね、乗るので、合計で3600%なんですけど、このキャラ、パッシブに物理感震ダメージ35%ついてるんで、まあ、仮に全部会心出ると、かける1.85倍で6660%まで伸びます。で、これなんですけど、HP は最小の敵を優先的に攻撃するんで、このため、血桜の、撃殺プラス2ターンとの相性っていうのがいいと。で、さらに、会心発動時に、残りの攻撃なんですけど、筋力値4倍分の防御無視ダメージが追加されるっていうのがあります。で、会心2回目以降っていうのが注意するところで、1回目は発動しないんですね。なんで、全部会心出ても5回が最大です。で、これ仮に血桜20ターンで打つとですね、筋力値2倍かつクリティカルも乗るんで1.85倍すると、筋力値の74倍のダメージを与えるっていうぶっ壊れキャラになります。まあ、毎回会心する必要はあるものの、最大で防御無視、筋力の74倍与えるっていう、チートキャラになることが分かっています。で、自身の HP50% 以上で会心率プラス40%なので、ベースで5ターンの血桜がついているので、プラス25%で、まあ、合計65%初期の状態でも会心率が上がっているっていうのが、まず1つ目の特徴となります。で、スキル2に関してなんですけど、600%から1800%の物理ダメージを6回。なんで、まあ、単純計算すると3600から1800%なんですけど、まあ、血桜のターン数が1伸びるごとに、まあ、60%ずつ増加すると。で、これ仮にクリティカル全部出たとすると、先ほどの値に1.85をかけるので、6660から19980%っていう、もう
しかもこれ連撃になりますので、まあ、例えばボス戦とかでもこの2万パーセント近いダメージを出すことができるんですね。で、さらに自身の HP が50%未満になると、回心率がプラス40%されるので、このスキルに打つときには、血桜のターン数もかなり高く、まあ、例えば10とか11ターンぐらいになっていると思うので、このスキルには基本的にもう回心が出ると思ってもらったら大丈夫です。で、攻撃後に総ダメージ25%分の HP を回復すると。まあ、これが攻撃後じゃなかったらさらにぶっ壊れてたんですけど、さすがに攻撃後でしたね。で、続いてパッシブについて紹介なんですけど、攻撃力プラス46%、レベル、回心値かけ、回心値がレベルかける280。で、最大 HP が4、プラス44%。で、筋力値がレベルかける240。で、武器を深淵にしたときなんですけど、物理回心ダメージが35%、攻撃力18%、物理防御貫通が900乗っかってきます。で、このキャラの長所についてなんですけど、連撃により、どんな場面でも最大ダメージを叩き出せるんですね。敵が1体であろうと6体であろうと連撃なので、規定の回数攻撃するっていうところから、どんな場面でも最大ダメージを出していける。で、血桜によって、まあ、物理面も、攻撃も防御も強化されるので、まあ、生存率も高いと。で、スキルで HP も回復できる効果があるんで、そういう点でも耐久性、生存率が高いので、短期特化で使いやすい副将かなと思います。で、まあ、強いて短所を挙げるとしたら、ちょっと育成を頑張らないといけないというところがあって、回心が出ないと何もできないんですね。で、そうなってくると、しかもこのキャラ、筋力ベースで攻撃するときもあるんで、筋力と回心をしっかり育てる必要っていうのがあります。で、なおかつ、クリティカルって主将のレベル結構重要になってくるんで、レベルアップも頑張らないといけないっていうのがありますね。なので、育成のポイントとしては、筋力、回心、主将のレベル、この3つを積極的に上げていく必要があります。で、次におすすめの装備になるんですけど、このキャラは筋力ベースで火力がスキル1決まるんで、最終形態としては深淵の6なのかなと思っています。まあ、ただ、ちょっとそこまでは厳しいよって方ばっかりだと思うので、そこを考えると、耐久ベースで、まずは混沌4、日月2を目指してもらって、で、後々深淵3、混沌2を目指していってもらえばいいかなと思います。で、火力ベースで言うと、混沌2、日月4、そこから深淵1、日月4にシフトしていくような形がいいのかなと思います。ただ、個人的には短期特化は生存率っていうのが高くなってく、非常に重要になってくると思うんで、耐久ベース、混沌4、日月2をまずは目指すのがいいのかなと思っています。まあ、私も最上義明は耐久で育成していこうかなと思うので、まあ、そういった感じでやっていこうかなと思っています。このキャラをまとめるとですね、いかなる場面でも最強クラスの火力を叩き出せる万能アタッカーとなっていますので、次来たら皆さん絶対に取ることをお勧めします。で、この短期特化のおすすめキャラは、定期的に上げていこうと思っているので、もしよければこれからも見ていただけると嬉しいです。再生リストにも作っておこうと思うので、そちらを見ていただいても大丈夫です。これからも放置少女の動画をどんどん上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。